皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の38日目です。では問題を見ていきましょう。カッコ1、下の表はある日の各都市の最高気温と最低気温を示したものです。最高気温と最低気温の差が最も大きいのはどの都市でしょうと、こうなっています。ここにロンドン、東京、ソウルという3つの都市の名前が書いてあって、そこに最高気温ロンドンはプラス5度、最低気温はマイナス2度 C と、東京は最高気温プラス12度 C、最低気温プラス6度 C、ソウルは最高気温マイナス1度 C、最低気温はマイナス9度 C と、こうなっていますね。この差を求める、差というのは引き算ですから、最高気温から最低気温を引いて求めますね。でロンドンの場合プラス5、これから引くマイナス2と、こうなります。を足し算に直すと7ですから、差は7度 C ということです。東京は12度と6度ですから、そのまま12-6、答え6ですから差は6度 C ということです。ソウルはマイナス1引くマイナス9、こうなります。ここ足し算に直しますね。とマイナス1足す9で答えは8度 C と、7度と6度と8度ですから、8度が差が最も大きい都市ということです。つまりソウルが最高気温と最低気温の差が一番大きいということなので、答えはソウルと、このようになります。括弧2番です。次の計算をしましょう。丸1、8-3×2、引き算と掛け算がありますから、掛け算を最初に計算します。8-3=6、8-6は2ですから答えは2、こうなりますね。丸2番です。-8/5÷-4/3、この割り算、もちろん掛け算に直します。マイナス8/5かけるマイナス、逆数にして3/4。8と4を約分します。で、負の数と負の数をかけるので、答えは正の数になりますね。分母は2、3が6、分子は5、1が5と6/5、これが ② の答えです。括弧3番、下線部に当てはまる数や言葉を書きましょう。こういう問題です。1、65点を基準の0としたとき、59点は何とか何とかと表す、こうありますよね。59点は65点より低い数なので負の数になりますね。いくつ低いかというのは引き算をすればわかります。65-59、計算すると6ですから、6点低いということなのでマイナス6と、このように表すということです。括弧4番、-3.3 と2/5の間に整数はいくつありますかと。こういう問題の時、数直線を使って考えると楽に求めることができます。まず簡単に数直線を書いてみますね。ここを0にします。でプラス側がプラス1、2、3、4、5と、ここをプラス5にしましょう。マイナス側がマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5と、マイナス5ですね。-3.3 というのはマイナス3とマイナス4の間ですから、マイナス3とマイナス4の間ですから、この辺りにある数ですね。-3.3。次に2/5ですね。2/5を対分数に直すと2/5、これは2と2/2ですから、2と3の間と、2と3の間ですから、ここですね。ここが2/5ということです。
ここの間にある整数でいくつあるかというと、見てわかるようにマイナス3、マイナス2、マイナス1、0、1、2とプラス1、プラス2とあります。1、2、3、4、5、6ですね。ですから答えは6個と、このようになります。括弧5番です。文字式の乗法の表し方に従って書きましょう、こういう問題です。丸1、A×5×B と、ね、数字と文字が掛け算している場合は数字が前に来ました。そしてアルファベットは、アルファベットを並んでいる順番、 A が B より先ですから 5AB と、ね、このようにかけるの記号は書きませんね。 5AB が答えです。丸に X プラス Y かける 3 の場合ですね、この数字前に出して後ろにカッコの部分 X プラス Y こう書けば完成です。三角コ X プラス Y、 これが答えになりますね。丸三番です。 C かける1、文字かける数字ですから数字が前に出るんですけれど、1の場合はこの1を書かないというのが規則になりますから、ただ 1C と書かない、 C このように書きます、ね、C かける1は C、 これが答えということです。丸4番、マイナス 1×X、ね、数字と文字の掛け算ですから数字が前に来ますけど、それだとマイナス 1X って書きそうですけど1は書かないというのが規則なので、ここの場合はマイナス X とこのように書くということになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。